カスケード地震は1700年1月26日21時頃にカスケード沈み込み体で発生したプレート間地震。推定されるモーメントマグニチュードは8.7から9.2。カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバー等からアメリカ合衆国カリフォルニア州北部に至る太平洋岸北西部沿いのファンデフカプレートにおいて発生した。 断層の破壊は1000キロの範囲にわたって発生し、平均の滑り量は20メートルであった。この地震によって、日本の沿岸部に到達する津波が発生した。また、ブーンビルジ滑りにもつながった可能性がある。カスケード沈み込みたい考古学的な調査は1980年代の後半から行われ、海岸付近の堆積地層や沖合の深海底の 掘削サンプルから過去の地震によって海岸が沈降したことを示す地層や津波が押し寄せたことを示す津波堆積物が発見され過去約7000年間に13回の地震が発生したとされていた。また最新の活動歴は土壌中の植物の放射性炭素年代測定法により約300年前と解析された。さらに 立ち枯れた木の年輪から1699年の秋から1700年の春の間と特定された。地震は1700年1月26日午後9時頃に発生したとみられる。当時の地震が発生した地域に関する文献資料は存在していないが、地震の正確な日時は日本に残っていた津波の記録によって明らかになった。日本における津波と 太平洋岸北西部の地震を結びつける最も重要な手がかりは沿岸部の森林が長寒帯へと沈下したことによって死滅したベース着の最も外側の年輪が1699年つまり津波発生前の最後の成長期に形成されていたことであった1700年に地震が発生したことを裏付ける証拠は地質学者のブライアン・アトウォーターらによって2005年に 出版されたザオーファン津波オブ1700にまとめられている。カスケード地震の震源地質学的記録によれば、カスケード沈み込み帯において、モーメントマグニチュード9規模の巨大地震は、平均約500年の間隔で、多くの場合、津波を伴って発生したことが示されている。過去少なくとも13回にわたり、最短300年から最長を900年、 平均590年の間隔で発生した痕跡が残っている。以前の地震は1310年、810年、400年、及び紀元前170年、紀元前600年に発生したと推測されている。さらに、後年の考古学的手法の調査により過去約1万年間に41回の地震が確認されていて、平均間隔は約240年。 1700年のカスケード地震、そして2004年のスマトラ島沖地震及び東北地方太平洋沖地震に代表されるように沈み込み帯における地震は大規模な津波を発生させる可能性があるため、この地域の沿岸部では将来起きる可能性が予想されるカスケード地震に対する津波からの避難計画を準備している。一方でシアトル、ポートランド、バンクーバー、 ビクトリア、タコマなどに代表される付近の大都市は沿岸部というよりむしろ内陸水路に位置しているため津波の直撃は免れるだろうとの予想もある。しかしながらこれらの大都市には補強されていないレンガ製建築物などの脆弱な建築物が多く存在しているため都市への被害は津波よりむしろ地震そのものの激しい揺れに伴う 建物の倒壊などがある時になるだろうとも予想されている。ある専門家はシアトルの建築物は想定されるカスカニア地震の規模よりもずっと小さいサンフランシスコ地震にすら耐えることができないほど強度が不足していると警告している。近年の研究ではカスケード沈み込み体は以前信じられていたよりも複雑かつ不安定であると結論付けられるようになった。 地質学者は50年以内に37%の確率で MW8.2 以上の地震が発生すると予想し10%から15%の確率でカスケード沈み込み体全体が破断することによる MW9 以上の地震が発生すると予想した。地質学者は太平洋岸北西部はこのような巨大な地震に対する備えができていないと断定した。発生する 津波の高さは24メートルから30メートルに達する可能性があるとしている。他の沈み込み帯には100年から200年を期に地震が発生しているものもあるが、カスケード沈み込み帯で地震の間隔が長いのは、プレートの動きが遅いことに起因している。この沈み込み帯におけるファンデフカプレートと北アメリカプレート間の沈み込み速度は年間約60ミリである。 ありがとうございます。